あとここティッシュ。ティッシュ。これ超便利です。超便利ですよね。これ。食事しながらシュッて。メリーランド。はい、皆さんこんにちは、カタリストレーナです。今回はオーナーズインタビューさせていただこうと思います。はい、ノアチロワンダフルさんのミーさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今回はカトーモーターさんで、オーダーされたロングトレインのオリジナルバージョン、はい、ということで、そちらをねちょっと取材させていただくんですが、はい、ちょっとね今日は風が強くてちょっとマイクに風音入っちゃうかもしれないんですが、よろしくお願いします。お願いします。でちょっと今の雨止んでるうちに外観からサクッと言うでしょうか。はい、はいはい、お願いします。母体の車両は何ですか。はい、ハイエースの標準ボディのハイルーフです。肉4肉です。肉ですか。はい。おー、いいですね。で、日常でも、はい。はい。使ってらっしゃるということで。はいはい、普段使いもして、うん、あの、1台しかないので、はい、はい。主人の送り迎えとかも、これですね。駅までの送り迎えもしてます。すごいですね。そうすると、やっぱり、普通のサイズに収まる、はい、駐車場の普通のサイズに収まるので、はい、日常使いもお買い物とか行っても困らない。そうですね、もうすんなり、私でもすんなり、はい、いいですね。ハイエースでもね、女性ですんなりっていうのが嬉しいです。乗ってて楽しいです。あ、さすがです。はい、そしてこちらはサイドオーニングを取り付け、そうですね、サイドオーニング付けさせてきました。あるとねやっぱり全然違いますよね。すごい迷ったんですけど、うん、はい、まだちょっと一度も出せてないんですけど。あ、そうなんですか。はい、夏とか、じゃあこれから。はい、そうですね、はい、楽しみです。はい、そして後ろに回ってきました。はい、ちょっとこのロゴマークとかがブラックになっててすごいかっこいいんですけど。そうですね、もともとここはシールで、はい、でここはあの普通のフレームだったんですけど、そうですね、銀色とかも、はい、そうですね、こういうタイプ、はい、ここを変えてくれたんですか。はい、もらったんですけど、違うところで言っちゃって、フレックスさんで、はい、あ、よかったですね。すごい、だいぶ雰囲気が変わります。ここつけてもらって、でここは自分で剥がして、はいはいはい、あのつけました。あ、すごい。これだけ買ってきて、はい、だから違うんですね。なんかかっこいいと思ってまた。そしてここにもね、加藤モーターさんのロゴが入ってるんですが、はい、なんとこの中央にまた加藤モーターさんのロゴ2つ入ってますね。はい、はい、このロゴがすごく気に入ってしまってて、うん、で、あの社長さんにこのロゴのステッカーないですかって言ったら、ないですけど作りましょうかっていうことで、すごい、加藤さんも優しい。社長さん作ってもらったんです。そうなんですね。送っていただいて、うん、で真ん中に貼りました。わー、嬉しいですね。やっぱりデザイナーもやってるね、社長さんなので、このすごいかっこいいロゴになってますね。本当ね、このロゴね、かっこいいですよね。うん、でちゃんとあの元々あるロゴも入っていて、はい、これ何ですか。あ、これはね、あのワーサンチャンネルっていう、うんうん、あの YouTube やられてる方のですよ。はい、はい、この間、はい、キャンプイベントに行ってきたので、オフ会に。あ、じゃあこれからどんどんもしかしたら増えていくかもしれないような感じですかね。はい、で外部のこれはトイレ、ああ、はい、そうですね、外部、はい、電源の、はい、充電ができます。はい、そうですね、まだ一度も使えてないですけど。まだ一度も使ってないですね。はい、ソーラーと、はい、はい、リチュリン酸、リン酸鉄ですね、はい、リチウムイオンバッテリー、はいはい、なので全然なんかこっちは減らないんですか。はい、おお、すごい。リン酸鉄のリチウムイオンバッテリーは、はい、何アンペアのもの。400、それは426、28、428。すごい、もう500にちょっと ね、だんだん近づいてきていくような。だからまだ一度もここは使ってないんですけど、すごい。これから夏クーラーガンガンつけたりするとね、また夏を体験しないので、これからの初夏ですね。はい、はい、はい。そしてこれが排気口ですかね。そうですね、冷蔵庫 の、ね、の、はい、ありがとうございます。はい、運転席助手席っていうのも拝見させてもらってもよろしいですか。全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ミサすごいですね、全部ここがウッドに、はい、ウッドテイストになっていて、でまたここにカバーがかかってるんですが、ハルさんが、うちの主人が、あの作りました。作ったんですか。はい、手作りですか。はい、革材っていう。めちゃくちゃすごいですね。あの売れますよ、売れますよ。でこれあの絶対欲しいっていう人、ハイエースで
ミラーがついてないので、ここミラーをつけてほら、つけて、自分で手作りで。これ絶対売れますよ。2万円ぐらいで売りましょう。ハルさんの副業。ハルさん副業。副業。これ絶対欲しいっていう人いますよ。ですかね。すごい素敵ですもん。あと、ここの、あ、グリップ、あ、あっちか。あ、ここの、あそこの、あそこもつけましたね。そうですね。ハルさん。あ、すごい。器用ですね。そして、ワンちゃんが2匹がいますが、紹介していただけますでしょうか。ノアさんとノアさん、はい、ノアさんはちょっと体が不自由なんですけど、ロケさんですかね、はい、かわいい。ノアさんとこっちチロです。チロさん、はい、今14歳で、4歳で10歳差なんですよね。はい、すごい。ノアチロチャンネルさんの、そうなん、ノアとチロです。嫌いですね。そして、シートはね、こちらも選んで、はい、そうですね、あとモーターさんで数あるあのサンプルの中から、はい、 これね、これだといいところはなんかワンちゃんとかでもあんまりこう傷つかない。そうですね、あの汚れも目立たないです、このあの、そうですね、確かに確かに。で、全然控えても全然平気で、すごく これは良かったかなと思います。はい、しかもね、このセンターコンソールこうやってね、はい、ノアちゃん、チロちゃんが一緒にいられるようなスペースになってて、めちゃめちゃいいです、なんか展示会とかで見ると、あのブルームイエクとか幅が大きいじゃないですか。で、それをイメージしてたら、あれ実際来たらやっぱそうよねっていう、この標準ボディなので、そうですね、狭くて、で、実はこれ延長して、ここハルさんがまた後ろ行ったら見えるんですけど、つけたんです。あの、作って2人が入れるように、はい、乗れるように。おー、後ろつけて、じゃあまた中からも拝見させてください。はい、ありがとうございます。はい、そして前の方に戻ってきましたが、この前のね、あ、それもそうですね、かっこよくなってます。そうするとなんかものすごく変えたわけじゃないけど、やっぱりちょっと自分たちのやつっていう感じが、出てるなっていう感じがして、なんかいろいろカスタマイズやってみたいんですけど、とりあえずまだこれぐらいしかね。あと、ここもあれですか。あ、これは加藤モーターさんがもともと、そうなんですね、はい、すごい、フレームは、ね、前だけつけてくれて、あ、素敵、はい、後ろは自分で安いのを買ってつけました。あ、そうなんですか、はい、なんかそういう DIY というか、それも楽しいですし、そうですね、なんか木のぬくもりが共通する感じですね。じゃあ早速中を皆さん見せてください。はい、ありがとうございます。よいしょ、オープン。はい、こちらはロングトレインなので、はい、ま、入ってすぐのところにやっぱりキッチンがしっかりと、はいはい、この形を選んだのはどうしてですか。やっぱあのここちょっと荷物が置けるとか、荷物が置けるっていうか、ちょっと広さがあって入りやすいんですよね。そうですよね。なのでちょっとこれが良かったかなっていう、はい、数ある中からの、はい、そうですね、この広さを取る、はい、で、そこですね、あ、そうです、ちょっと、はい、拡張されて、拡張されてもここをハルさん作りました。器用ですね、ハルさんめちゃくちゃ器用なことが分かりました。でね、ちょっとゆきさん、ここもいいです、ね、ここにも、あ、これも作ってあります、作ってあります、革細工、すごいですね、革細工、器用なんです。あの、セットにしたら欲しいっていう方絶対いると思います。本当ですか。あ、そうなんですか。ここね、グッと、あ、そうなんですね、これがスポッて取れるんですよね。あ、なるほど。じゃあ着脱可能な形で作ってあげて、ね、はい、さらにその後ろにあるのは何ですか。どれですか。もう白いのはゴミ箱で、ゴミ箱をそこに取り付けてるんですね。これ意外と便利で、そうそう、広がるんですよ。あ、広がるんですか。これダイソーです。ダイソー、ここにも付けられるんですよ。あ、本当ですね。ここすごく便利です。お、そういう感じでいろんなところに着脱可能なんです。はい、わー、素敵。小さくもなね、ちっちゃくもなって便利。はい、そしてここは何で使っていらっしゃるんでしょうか。はい、下駄箱です。お、綺麗にちゃんとし、はい、なんかやっぱりここを見ると日本人だなっていう感じがすごいし、なんかガンって入れるんじゃなくて、ちゃんとこうシート綺麗に、そう、敷いた上に乗っけましょうみたいな。優しいですね。やっぱりあるとないとでは違いますか。そうですかね。全然違います。
下駄箱必要ですね。必要ですか。あると便利。そしてこちらは何で入れてるんですか。傘立てなんですけど、はい、いろいろちょっと、あの傘立てなんですね。はい、ここに傘立てで一応ここでこう手すりにもなって、うちの両親とか乗せるときに、はい、ここもあると結構便利ですね。はい、これ乗車定員は何名で撮ってらっしゃるんでしょうか。です前向き乗車で2人後ろ、はい、3位4で、はい、横向きで3人ですね。おお、それで全部で7人です。7人、はい、7名乗車なんですね。すごい。じゃあお二人が基本だけど他にも誰か乗っている時にも使えますよっていう感じ、はい、うちの両親とか、あの息子たちもたまに乗ったりするので。すごい。じゃあ早速中も乗らせてもらっていいでしょうか。はい、はい、電池つけた方がいいですかね。あ、お願いします。はい、電気お願いします。はい、そう、加藤モーターさんはコントロールパネルもね、はい、専用のものがあるやっぱりあれですね、はい、あの背高いので、はい、ハイルーフなので、はい、ちょっとこうなんだろう、余裕感があってすごくいいのと、あとここら辺めちゃめちゃかっこよくなってるんですけど、これどうしたんですか。ここもAmazonでね買ったんですけど、はあはあ、はい、むき出しじゃないですか基本は。意外と、うん、むき出しなんですけどね、意外とね、もうAmazonぴったり合うのがなくて、はあ、でもハルさんかなりカットして、はい、削って削ってじゃあはめました。なんかたまにポコンと落ちてきちゃうんですけど、あ、そうなの、はい、はめてあるんですか。そうですね、まあ、それは初めて。両面テープでパチッと止めてるんですけど、意外と合わなくてかなりカットしました。でもこれあるだけでなんかちょっと車の感じがだいぶ軽減されて、すごいお部屋っぽくなっていいですね。でさらに今ティッシュ見つけました、はい、こんなところにね。結構便利です本当に、ティッシュとかちょっとしたの小物入れ、小物、はい、そして家庭用の電子レンジ、はい、これも400アンペアあるともうバッチリ止めてても、もう全然もう余裕で使ってます。本当これはあの便利です、ね、もう笑みがねこぼれちゃうぐらい便利ですよ、はい、であと結構ここら辺に小物とかも飾ってあったりとか、はい、あとちょっと緑を入れていらっしゃる、はい、これも開けていいですか。どうぞ。ちょっと開けにくいですかね。じゃあ今シンクを、はい、開けさせていただいたんですが、はい、ここ蓋付きのがあったんですけど、そこはここがぶつかっちゃうんでできませんって言われて、でも小さいのに しますかって言われたんですけど、はい、小さいのじゃちょっとやっぱ大きいのがいいですって言って、でとこう探してくれて野島さんが、また野島さんが、野島さんが探してくださって、はい、で蓋はやっぱできないので、はい、これ別でこう作ってくれたんですけど、別蓋わざわざ作ってくれたんですか、はい、これをすごい、鏡までついてるじゃないですか、はい、後からうちの主人が鏡ここに裏に貼りたいってちょこっと言ったんですよ、野島さんに、うんうんうん、そしたら出来上がったらこれがもうついてて、もう感動でした。感動ですね。自分たちでつけようと思っていたんですけど、わあ、でこれをちょっと立てかけて、あ、はいはいはい、こうやって使えたり、あ、本当はバッチリですね。でなんかそこの椅子持ってきて、ね、お化粧するのに、ね、ちょうどいい。これ外しできるんで、うん、後ろの席にこうなんか立てかけて使ったりもできるんですよね。はい、移動できるので、移動できるから逆に便利。はい、すごい。これはすごく感動しました。感動しますね。この加藤さんの心意気とい、はい、そしてこのスポットね、やっぱり。自社で作ってらっしゃるので、本当綺麗にハマってますね。綺麗にハマるんで、すごいな。はい、そして、はい、ここがスイッチコントロールメインと、はい、バッテリーの残量です、ね。はい、そうです。あと加藤モッタさんオリジナルの、はい、タッチパネル式のスイッチャー、はい、これは何ですか。これはインバーターですね。インバーターですね。はい。あと一番左は、まあ、USB、 あのベッドのところに。はい、上の段と下の段とあるんですけど、はい、後ほど、はい、拝見しますが、これをつけて、はい、USB のスイッチがありますよ、はい、そして冷蔵庫を開け、はい、どうぞどうぞ、あ、いいですか、あ、いいですか、お願いします、あ、ビール、はい、もうビールがいっぱいでした、はい、素晴らしい、飲むの好きなんですね、大好きです、はい、これ何リッターの、これは、40リットル、ね、40リットルの冷蔵庫も、はい、買ってみてどうですか。いいです。意外となんか もっと入んないかなと思ったんですけど、うんうん、意外と入って、うんうん、はい、2人だと、はい、全然、はい、大丈夫です、はい、上は引き出しの収納、はいはい、引き出しですね。お、すごいいい感じでいろいろ詰め込まれています、うん、結構
すっきりと。そうですね。はい。失礼します。で、ここはね、ギター。やっぱりこれ嬉しいですよね。これ嬉しいですね。ちょっとのっけるのには。ちょっとここにね、はい、開けて乗っけるときにここに置いておけるのもいいですし、すごい。そしてこの下ですね。はい。はい。はい、こんな感じで、はい、清水と排水のタイプが外付けで、はい、S&H さんで38リットルのタンクをつけていただきました。すごい。納車翌日に、はい、行ってらっしゃいましたね。はい、見させて、ブログじゃなくて、はい、YouTube ブログ、はい、ブログやってらっしゃるのでそちらの方に載ってらっしゃいましたね。そうすると清水もう一個入れてもいいってことですよね、はいはいはい、長旅の時。そうですね、長旅はまだ行ってないんですけど、もしあれだったら長旅の時は2つ積んで、うんうん、入れてもいいし、はい、今みたいに収納にしといてもいいですよ、はいはい、あと棚も本当はここ20リットルだったんですよ。あ、これを12リットルにしてもらって、ここ下棚をつけてもらったんですね。で収納ができるように。でやっぱり収納が入れた、はい、そうですね、やっぱり収納が少ないのでちょこっとの隙間でも、はい、はい、わかりました、はい、でちょっと後ろの方も見させていただきます。ミルミルランド、はい、中に入ってきました、はいはい、こんな感じで対座モード、はい、そうですね、ここで食事をしたりして、うんうん、でテーブルもここ伸ばせるように。すごい今さりげなく伸ばしてますけれども、これ通常このサイズですよね。通常は何センチでしたっけ。もうちょっとね、短い、小さかったですよね。でそれが今拡張されてますね、はいはい、これだけだとちょっと2人でもまあね、うん、できなくはないんでしょうけど、ちょっともうちょっと広い方がいいかなって言って、で延長できるようにできませんかねって野島さんにまた言ったらじゃあやりますみたいな。野島さん最高ですね。最高です。優しいし、やって何でも叶えてくださって、うん、はい、実際、はいはい、大きくなってみてどうですか。もう全すごくいいです。すごくいいです、はい、もうやっぱこれじゃ狭かったなっていう。あー、はい、テーブルちょこっとお茶飲むんだったらいいんですけど、うん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 、食事をするってなると、うん、やっぱこれがないとですね、うん、はい、このねちょっとした20センチ×40センチぐらいのね幅なんですけど、それだけでもだいぶね違いますよね、はい、でさらにこう台座もできますし、はい、ここにも座れるから、はい、そうですね、結構な人数で囲める。うちの両親もこの間乗って、はいはい、で4人でちょっとお茶したりなんかできたので、すごい、もう実際4人で使ったんですね、はい、どうでした、感想は何かおっしゃってました。いいねって、なんか静かなんですよね、この中が。ああ、だからなんか落ち着くねっていう感じで、うん、はあ、今閉めていただきました。そうですね、やっぱりしっかり施工されてると思うの で、ね、見えないところに断熱とかもしっかり入ってるから、そういう意味でも音もちゃんと遮断してくれてるのかな、まあ、以前道の駅に泊まった時に、はい、後ろにトラックがいたんですけど、うんうんうん、朝起きてアイドリングしてなんか止まってたんですけど、うん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 、全然外に出るまで気がつかなかったっていう。あ、そんなに静かだったんですね。 あれトラック止まってたんだっていうぐらいな。うわー、なんかそこら辺も実際に使った、方の感想なので、すごい嬉しいです聞けて。はい、このやっぱり窓が素敵です ね、 これ本当に窓枠というか、これいいですよ ね、 ね、この窓枠あるかないかで全然違いますよね。あといろんな種類がある中から、はいはい、こちらのカーテンの柄をお選びになったんですね。はい、光が配り消臭が、はい、これがぐらいしかなかったんでしたっけね、光触媒は。あ、そうそうそう、じゃあやっぱりワンちゃんたちは、そうですね、気になさったってことですね、はい、でも嬉しいですね、いろんな、ね、柄とかもある中で、そういうのも選ばせてもらえる。そうですね、もう何種類もあるので。それ選ぶのは奥さん担当だったんですか、うん、みーさん担当、はい、一応私選んだんですけど、なんか悩みましたすごくだから嬉しい悩みですよね。ねえ、どれにしよう。でもイメージ通りでした。そうですね。はい、なんかね、全体のテイストがこのね木彫っていうか木のね、はいはい、感じと合っていて、でやっぱりこの柄もすごく落ち着いていて、うんうん、そうすると差し色が入ることによってね、また雰囲気も変わりますし。そうですか。はい、うん、
全体的にすごい落ち着いて、うん、いいムード、はい、ありがとうございます。やっぱりこのライティングが素敵ですね。はい、完全照明のね、うん、いいですね。であと私のこの好きなあこれはいありますね。これね、今変わっちゃって、あの LED のあっちもいいんですけど、やっぱりこれだとこうちょっと船パピというか、なんか色も優しいですし、すごいなんだろう、この雰囲気に合ってるなって感じがします。こことかは使ったりします？します。バスタオル干したり、はい、タオル干したり、この間も重要な、うん、意外と使ってますね。実際にこれあのハニ上げ式になってると思うんですけど、はい、できます。あ、じゃあやってもらっても、はい、よろしいでしょうか。はい、あとここティッシュ。ティッシュ。これ超便利ですよね。これ食事しながらシュッて。いや、これはすごく便利です。しかも場所を取らないじゃないですか。はい、それもすごいいいです。ここすごい便利ですね。めちゃくちゃいいところに。さすが加藤さん。これはやってもらいました。あ、これもお願いしたんですか。はい。お願いしました。すごい。めっちゃそこ欲しい。ね、はい。じゃあ、あ、そして、はい、せっかくなんで、あ、どうぞ。いいですか？はい。はい。突っ張り棒でなんかやったりして。本当だ。ここにね、中に突っ張り棒が入っていて、ちょっと段差をつけていて、で、ちゃんと収納をしっかりしてる感じですね。いいですね。ちょっとちっちゃいかなと思ったけど、意外と意外とね、ちょこちょこっと入って。うん。おー、じゃあ後でこれもつけてもらったんですよ、ね。仕切りカーテンですね。はい。よいしょ。なんかもうミンさんでも女性でもこんなに。はい。ってできなかったです。すごい。で、ここもロックをこうして。すごい。よいしょ。なるほど。楽しいですね。楽しいですよね。それでこれお座敷みたいにも この隙間で足を入れてできるんですけど、取った方がいいですか？お座敷スタイルもできるんですか？はい。何それ？一回取った方がいいですか？すいません、ありがとうございます。できないって最初言われたんですけどね、うん、できたみたいなやったらできちゃったんですね。この足が短くできないって最初ね、はいはい、言われて、はいはい、で、 できないかって思ったんですけど、ここの隙間に入るじゃんみたいな実際この隙間に入れちゃいました。はい、そうするとじゃあもうこの状態でエロ感スタートができちゃうってこと。はい、すごーい。え、でもお二人とワンちゃんだけど、はいはい、どういう感じで寝てらっしゃるんですか？ハルさんが上です。あ、旦那様ハルさんが上です。寝て、はい、で私とワンちゃん2匹がここで、めちゃくちゃ広いです奥様細いんですけど、旦那様は結構ね、がたい、滑覆がいい感じなんですよ。ここでちょっと今日はね、あの映れないんですけどでもここで余裕で寝られますか？はい、意外と落ち着くって言ってます。旦那さんはどうですか？余裕でいいです。寝返りも打てます。すごい。でもたまには俺も下で寝せてよとか思わないですか？もうに落ち着くんだ。もうこっちが俺の特等席的な。ちょうどいい。あ、寝台列車みたいで、いいですね。
じゃあもう旦那様はここで、はい、爆睡してます爆睡で奥様とワンちゃんはこっちで悠々自適で広々と、はい、食べたり飲んだりしてじゃもうこのままの状態で寝ようかな、はい、それかあのやっぱりテーブルをそっちにやって、うんうんうん、でもう広くもうあのワンコたちここでもう休ませて、はい、でそこにも座れるのであそことそこで、はい、座ってそういうこともそうするともうこれ邪魔もうねそのまま確かに、うん、置いといてもそのまま寝れちゃうっていうおいいですねすごい。あと気になるのがやっぱり収納のスペースがあんまりないんですけどね。どうして収納ですか。そうですね。この座席下にちょっとしまえるところがあるんですけど、ここはでもあの電装関係があるので、はい、この下とこの下とこの下ですね。今ねちょっとちらっと拝見しましたけど、はいはい、じゃあその下に落として収納するっていう感じが。はいはいただ、うんうん、意外と入ります。おお。あ、そうなんですね。ではそれはねなんかあのお二人キャンプがすごく好きで、もともとアウトドアをやってらっしゃるってことなので、ちょっとそこからその裏側にもあるそうなので、ちょっとそこも拝見させてはいどうぞどうぞいいはい。はい。じゃあ今後ろに回ってきました。じゃあちょっとここ開けていただけますでしょうか。はい、Bさんお願いします。はい。はい、どうぞ。ああ。こんな感じで後ろから見ると、はい、これ何ですか、はい、今ミーさんこれねキャンプの椅子です。あ椅子結構大きめの椅子なんですけどはい、はい、ハイチェアハイチェア、はい、ハイチェアハイチェアって言うんですかあの首までやるそしてここで止められるようになっている、はい、そこいいですね、はい、これはもともとついてたんですかこれはついてなかったんですけど、うん、納車の時に、はい、あのテーブルをとりあえずしまいたいんですけどって言ったら、うんうん、野島さんに相談したらつけましょうかっていうことでまた野島さんが出た優しい野島さんがマントでよければつけますよっていうことで、はい、急遽つけてもらいましたあいいですね、そしたら椅子がなんと、ね、テーブルのはずが椅子になって椅子がピタッと入るので良かったです良かったですね、はい、でさらにここで、はいこれが焚き火セットがいろいろ入ってます、はい、焚き火セットがやっぱりキャンプの時ね焚き火して座ってちょっとバーベキューでもできたらもうそれで十分ですし意外とね入ってるんですね入ってますね、はい、いろんな あと外部充電の線とか、はい、まだ使っていませんがまだ使ってませんがすごいですね、はい、であとこちらは何ですか、はい、これはテーブルですねあテーブルも、はい、じゃ椅子とテーブルって感じで入れられて、はいはい、さらにこれがこちらのサイドウィングの棒も、ね、これもあの急遽納車の時につけてもらいましたおこの辺にこう置いてたんですけど、はい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 、なんかつけられるとこないですかねって言ったら、うん、付属のこの、 あの止めるのがあるので、はい、じゃあつけましょうかっていうことでこれもつけてくれたんですね、はい、急遽つけていただいて、はい、おそうすると、はいうんうんあ、そう、はい、ところもなんかいろいろもういろいろいいですね、はい、つけたまんまでも開けられて、ね、しかもここに入れられるよキャンプ用品がはい、ついてます意外ともう2人ですけど、はい、こうやっていろいろ荷物も詰め込めて、キャンプまでできちゃうっていうのは嬉しいですねそうですね、ちょこっと行けるので、うん、はいテントはさすがにちょっとね、もうでも最悪ここに荷物を乗せたりしてあ、確かに、はい、やろうと思えばそうですね、はい寝袋とか寝るときはどうしてるんですかお布団とかは、はい、クッションにもなる あの布団ファクトリーさんの布団をこの間ビンゴ大会でもらったのでじゃあそれをはい羽布団 でいい主人は寝袋で、はい、寝てますねそうすると、はい、こういう一つのアイテムにもなりますしす、ね、クッションとして使いつつ、はい、お布団としても使えちゃうよって、はい、いいですねはい、そしてね、もう一回展開今していただきました。さっきの寝るスタイルから、今度はこのテーブル前に持ってきて、いつもくつろいでらっしゃるっていう、はい、こういう対座もできちゃうんですね、はい。すごいいいですね。今ちょうど助手席をちょっとパタンと倒して、はいはい、でクッションを入れて、はい、でこの、さっきの靴箱の上に、椅子があるので、はい、はい、そこに座って、はい、ここに座って、で、私はこう2列目シートを今度前向き乗車の状態にして、背もたれもある状態で、それでここにテーブルを持ってきて、こう挟むよ。で、はい、いつも席ってどうやって座ってらっしゃるんですかって伺ったら、
はい、私がここで電子レンジとか冷蔵庫とか取れるので、うん、はい、私がこっち側に座って、はい、2人でくつろぐ時は旦那さんはこちら側で、うん、春さんはこちら側、はい、そうです。はい、今回、はい、いろんなメーカーさんがある中で、はい、キャンピングカーを、はい、加藤モーターさんに作ってもらおうって思ったのは何でですか？もう本当にいろいろ見て回って、うん、皆さんすごくいいところなので本当に迷って迷いますよね。はい、見れば見るほど迷っちゃって、でも最終的にやっぱりこの木のぬくもりというか木の感じと、はい、あと、はい、あといろいろ構造変更というか、うん、はい、いろいろやっていただける、変更していただけるっていうのが、確かにもともとロングトレインだったのに、こんなにいろいろ変わっているっていうのを一個一個ちゃんとお願いをして、相談をしてやってくれるっていう、野島さんすごいですね。あとモーターさん全体が ね、まあ、ね、野島さんだけじゃないと思うんですけどね、うん、そうそうそう、本当にいてくれて、よかったですね。本当ね、でもミリミリランドさんのいっぱい見てありがとうございます。いろんなの見てめちゃくちゃ嬉しいです。でやっぱり買ってみて満足度はいかがでしょうか？もうすごく満足です。もう本当ですか？ 120% とかオーバーの満足をいただいているということで、はいはい、乗っててすごく楽しい車ですね。あ、本当です。あ、ま、日常的にも使って、はい、さらに旅行にも行く、はい、旅行はどんな感じで行くことが増えたんですか？気軽に金曜日の仕事終わってから、うん、じゃあ行っちゃいますかっていう感じで、じゃあ行っちゃいますか、じゃあそろそろ行っちゃいますかみたいな。キャンプの時はすごくね、うん、いろんな荷物 前から準備して準備してっていう感じで気合が入っていくんですけど、気合を入れなくても気軽に行けるというか、ワンコ連れて、はい、 そうですね、そういう旅が、はい、できる。まだそんなにはしてないんですけど、うん、はい、できるようになりました。じゃあもう毎週末が待ち遠しいというか、ね、毎週末ね、行ければいいんですけど、なかなか行けないですけど、はい、この間、長野に行ったっていうのはどんな感じで行かれたんでしょうか？マシャ乗って、マシャって言うんですけど、福山雅治さんのコンサートに行くのに、はい、金曜日の夜から出まして、うん、はい、でちょっと仮眠させてもらって、うん、それでコンサートに行ってる間はこのクーラーをつけてワンコをお留守番させて、ちょっと2時間、うん、3時間ぐらいお留守番させて、でその後また道の駅でさせて、うんうんうん、はい、仮眠させてもらってっていう旅をしてきました。楽しい。ちょっと温泉入ったりして、温泉入ったりして最高ですね。信州のお蕎麦を次の日、はい、食べて大好きなコンサートに雪で備えたワンちゃんたちはこのクーラーもあるおかげで、ちょっと本当に暑い時だったんですよ、うん、今の時期で珍しいぐらいにね。でもクーラー大活躍で、お、あ、じゃあ帰ってきた時って結構バッテリーとか大丈夫でした？あの時は5時間ぐらいつけ、トータル、まあ、その前からつけてたので、はい、5時間ぐらいつけてて70出ない、80、うん、90前後、うんですね。九州前後残ってたってことですか？残ってたです。九州でもちょっと切ってた感じですけど、うんうんうん、はい、残ってた。じゃあ本当に400アンペアオーバーのもうスペックがそのまんますごい大活躍。でちょっと走るとまたすぐ回復するんですよね。なるほど、そうですね。走行充電も入ってるので、ソーラーと走行充電でバッチリ。はい、はい、バッチリ、バッチリ。はい、じゃあこれから、はい、そんなにね、やっぱり今まではちょっとキャンプもともと好きで、うんうん、それでも行くのに、うん、こうよいしょっていう感じがあったのが、うんうん、もうあ、じゃあ行くみたいな、すごいハードルめちゃくちゃ下がって、はい、で毎週末ちょっと行けたらいいぐらい楽しくなったっていうことで、うんうん、これからキャンピングカーを選びたいなっていう方には、はいはい、どんな風にして選ぶと、その自分たちがこう思った通りのキャンピングカー選べるなっていう感じ。そう、私たちは2人とワンコ2匹ということで、うんうん、とりあえずまず絶対条件がワンコがいるのでクーラーと、はい、あとまあ取り回しができるようなサイズということで、お家にもね止められる駐車場サイズ、ね、はいはい、そういうのでこういろいろ決めて、こう絶対条件が3つぐらいあって、それを頭に入れながらこういろいろ回って、でもいろいろ回ってから良かったのかもしれないですね。いいとこ、うんうんうん、こちらのビルダーさんのいいところとこちらのビルダーさんのいいところを合体して、で加藤モーターさんにお願いしたっていう感じで、お、そしてね、木のぬくもりも良かったっていうことで、
釣りでね、いいのができたよということなので、やっぱりその自分たちにとって何がこう外せないものなのかちゃんと最初にピックアップしておくっていうのは大事なことですね。そっか、じゃあそしたら今後はどんなところに行きたいですか？でも行きたいとこいっぱいあるんですけどまず四国に行ってみたいですね。そうなんですね。四国、四国のどこですか？さぬきうどんも好きですし、 いいですね、あと神社仏閣を回るのが好きなの、あの2人とも御朱印とかもいただいたり回ったりしてるので、そういうのを回ったりしたいなっていう。いいですね。88箇所車で巡り旅したいですね。うちのも行ったことがないので。でももともとはやっぱりその自分たちが引退してから買おうって思ってらっしゃったって伺ったんですけど、そうですね、なんでそれを早めたっていうのは。はい、もともとはもう退職してから退職金でとかって思ってたんですけど、やっぱりこのワンちゃん、ワンコがいるので、ワンコって人間よりも寿命が短いですよね。 それでいろいろ上のノアの方が、あの体がちょっと不自由になってきちゃって、でもっと気軽に早く、私たちもいつまで生きられるか分かんないし、いつまで体が動くか分かんないですし、元気なうちにいろんなところを2人、あの2匹と一緒に行きたいなっていうことで、じゃあ買っちゃうってじゃあやめて早めて。でも実際早くしてよかったですか？よかったです。何がよかったですか？やば、退職してからだと体が動くかどうかも分からないので、元気なうちに、2人と2匹で楽しめるっていうのは、今まであんまりこの、まあ、キャンプもあったんですけど、私的にはあんまり趣味という趣味があんまりなかったんですけど、なんか今楽しくてしょうがないですいいですね。すごい、めちゃくちゃ笑顔なのが印象的いや本当になんか楽しいなっていうのがね、もうここまでひしひしと。いやすごい嬉しいです、伝わってきて。はい、じゃあこんな感じでね、加藤モーターさんで今回ね、あの自分たちの好きな形で作ってもらった形になるんですけれども、今後は、YouTube もやっていったりするんですかね。せっかくなので宣伝を。ノアチロワンダフルという YouTube をやってます。一応3年前からやってたんですけど、全然ずっとお休みしてて、1年ぐらいお休みしてて、またキャンピングカーを買う、あの納車をきっかけにまた始めたので、よかったらお願いします、よかったらね、この加藤モーターさんの車でどんなところに行ってるんだろうとかね、見られると思いますので、気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。お願いします。今回は本当にね、あの楽しいお車、私たちも拝見させてもらって、あ、すごい、加藤モーターさんのこういうバージョンあるんだ、やってくれるんだっていうのが、こうさらにこうビルダーさんのいいところが深掘りさせてもらえたので良かったです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。